大江と気持ちは南北朝時代の武将、佐賀江氏七代。佐賀江氏の城及び建園部に四年、昌平十四年、大江元泉が柴金よりとの戦闘に敗れて没すると、後を継いだ大江と気持ちは一族の指定を佐賀江省内各地に配置し、防御を固める戦略に出た。すなわち、着難港、遠守家の部を、溝延べ、地南元時を、左沢立て、山城。 重信の子、正宏を白岩城に配置し、さらに、佐賀江、芝橋、小泉、高谷、小木袋、三つ家にも盾を築いた。大安元年、昭平二十三年漆川の戦いが勃発すると、着南重信を総大将都市柴金より、大崎忠持の軍に当たるが、一族六十一名が自害する大敗を喫する。 柴、大崎軍が深入りしなかったため、佐賀相を保つことは、できたが、父の代に奪回した北、佐賀相は、柴金よりの支配下に入ることとなった。漆川の戦いから5年後の大安6年、文中2年、時持は生き残った四男と旧に、北朝側には起こい降ることを意味して、生涯を閉じた。後に、分散配置した一族の指定らは、 佐賀江大江氏の所流として力をつけることになる。菩提寺の長松寺は、伝承に売れば文中年間、行広し総図によって解散とされるが、後に、永常年間に時持ちの菩提寺となったという。現在は、佐賀江城北方西根一丁目に長松寺が残る。孫貴文脈。ありがとうございます。